2. 二次フェニルマイナス1ピクリルヒドラジルは有機化合物の一つ。安定な有利ラジカル分子からなる暗色の結晶粉末である。d p p h は抗酸化能圧生などのラジカルの関与する化学反応と電子スピン共鳴信号の位置及び強度の標準物質の二つの大きな実用、研究双方での用途がある。 d p p h は対称性という点の異なるいくつかの結晶を持つ。市販されている粉末は摂氏130度付近で溶ける複数の層の混合物である。d p p h i は脳型小形。d p p h 2はアモルファス。d p p h 3は三射小形である。d p p h はよく知られたラジカルであり、他のラジカルの補足剤でもある。したがって、 DPPH を加えて反応速度が低下する反応には、ラジカルが関与していると言える。520ナノメートル付近に強い吸収体を持つため、DPPH ラジカル溶液は深紫色を停止、中性化により無色、または白っぽい黄色に変化する。この性質から反応を可視化することができ、また520ナノメートルにおける急行もしくは EPR 信号から、 ラジカルの初期濃度とその変化を測定することもできる。DPPH は効率的なラジカル補足剤であるため強力なラジカル重合阻害剤でもある。DPPH によるポリマーサー R の重合阻害安定かつ特性のよく知られたラジカル源として DPPH は EPR 信号の位置及び強度の標準物質として 伝統的かつおそらく最も普及したものである。新鮮な資料を用いれば、ラジカル数を係数することができ、分裂因子を G イコール2.0036で構成することができる。d p p h の信号は通常一つのスペクトル線に集中し、強度もマイクロ波強度の事情根に対して広い範囲で線形にスケールするため使いがあってが良い。 DPPH ラジカルの希薄な性質の結果として、リナ・デプリケイテッドは比較的小さい。リナ・デプリケイテッドはしかし、溶媒分子が結晶中に残っており、高周波 EPR で測定すると大きくなり、若干の G 法性が検出できる。DPPH は通常は、常磁性個体であるが、0.3K 付近の極低温まで冷却すると、反強磁性状態に背にする。 この現象は1963年にアレクサンドル・プロホロフにより初めて報告された。ありがとうございます。